赤き谷か。立ち入るのは初めてだな。何かの遺跡のようにも見えるが、何はともあれ、始めよう先生。すでに賊は奥へと追い込まれているはずだ。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。情報によると西側に裏道があるらしい。西と正面二手に分かれるのはどうだろう。うまく進軍できれば敵を強撃して戦闘を有利に運べると思うんだが、どう動くかの判断は先生に任せよう。何にせよまずは橋を渡らなくてはな。どうする？これで。切り込むか。出るぞ。どうさ、行けますよ。焦らず戦おう。はい、頑張ります。うん、行けます。
ガイナス者は覗くだけだ。殿下はご無事だろうか。負けられないからな。手応えをか相手が盗賊とはいえ何度やっても慣れないものだな。ここで気を抜くわけにはいきません。
この感じ。気合のない奴ら。このお宝は俺たちが手に入れたもんだ。騎士団の連中なんかには頭脳戦と行こう。喜んでる暇はない。訓練の成果。躊躇したら僕たちが殺されていた。
諦めるこったな。これがせ、ま、仕方ないこった。
まとめてかかってこい。行きやがれ。
戦。注意して動かないと。デイ、助かるよ。みんなで強くなる。さあ、次は誰です？はい、頑張ります。
勝負ができた。ははん。諦めるこったな。中と手を組んでやがったとはな。ぶっ、やん、騎士団じゃなくガキをぶつけてくるた、なめられたもんだな。奴の口車に乗ったのが間違いだった。うはっ、技にも見、賊の討伐は完了した。
後のことは騎士団の指示に従おう。お疲れ様、先生。良い指示だった。